こんにちは、ゆっくり霊夢です。壁線の普通、秋亀山駅に乗車。次は壁です。壁は広島県広島市の北部に位置し、安佐北区の中心地区となっています。広島城下から北上した雲石街道は壁で出雲方面と浜田方面に分岐。また太田川、三笹川、根の谷川の3つの水運が合流する場所だった。壁は古くから流通の拠点として発展しました。山陰方面や近隣の村々から集められた物資を壁で船に積み替えて広島城下に運んでいたそうです。壁では良質な地下水を汲むことができたため醤油、酒造りが発展。旧雲石街道沿いには昔ながらの町屋が今も残っていますよ。また中国産地から出る砂鉄を利用した鋳物業も発展。五右衛門風呂の生産が盛んに行われていたとか。現在、日本で唯一五右衛門風呂を生産している大和重工の本社が壁に置かれていますよ。まもなく壁です。お出口は左側です。開くドアと足元にお気をつけください。町の様子や主な施設をざっくりと紹介する、ざっくり町紹介シリーズ。今回は広島県広島市安佐北区壁を見ていきましょう。この動画で壁の町の雰囲気を感じられたり、観光や移住の参考になれば嬉しいです。今回の動画ではこの範囲を見ていきますよ。壁駅に到着しました。広島から約35分、横川から約30分、大町から約15分の場所に位置、2面2線の構造で、単線の壁線では、壁で上下列車のすれ違いが行われることもあります。改札はホームごとに分かれていて、秋亀山方面の2番乗り場に接する西口改札は、駅員はおらず、券売機は簡易型のものを設置、東口に駅員の配置や緑の券売機が設置されています。運転本数は各方面毎時2本程度で、40分待ちになることもあるわね。2021年3月に毎時3本から2本に減便しました。西口にはロータリーが設置されていて路線バスが停車。ロータリー内の1番から4番乗り場には、安佐北区の壁町、安佐町の各地域、秋田方市の八千代、吉田、向原方面、山形郡北広島町の千代田、大麻、豊平方面、山形郡秋太田町の加計、戸河内、三段町方面などが発着。壁駅は秋田方市、北広島町、秋太田町といった地域への、アクセス駅としての役割も担っています。繁華街、歓楽街、官庁街などがある広島市中心部は、広島駅から少し離れた八丁堀、神谷町エリアとなっていて、路線バスは壁から神谷町、八丁堀方面へ高頻度で運行、広島バスセンター駅、神谷町、八丁堀経由広島駅行きなど、いくつかの運行ルートがありますが、合計毎時10本以上は中心部方面へ運行されているわね。壁駅は町の中心でなく外れに位置していて、壁線をまたぐ陸橋を渡って北に進んだ、壁中央交差点以北が壁の中心地区という感じかな。モニュメントが設置されていて、井戸は醤油、酒造りに使われる壁の湧き出る水をイメージ、かつて全国に流通していた風呂釜の、半数以上は壁で生産されていたとか、現在も五右衛門風呂を製造する、大和重工の本社、工場は壁駅西側にありますよ。日本で国産の乗り合いバスが初めて運行されたのは、横川と壁の間なんだとか、壁駅西口はおしゃれな外観です。東西自由通路を通り抜けて、こちらは東口改札。壁線は横川から三段橋までの路線でしたが、2003年に壁から三段橋間が廃止、その後しばらく壁線は壁が終点でしたが、2017年に廃止区間の一部を活用して、壁や秋亀山間が延伸開業、2016年にホームの開業が行われる前まで使われていた、行き止まり式ホームの名残が見られます。東西自由通路も2016年に設置されたもので、それ以前は現在の東口改札の場所のみ改札があり、改札と西口との間の構内踏切があったそうです。東口駅舎はちょっと古めかな。壁駅から東方向に伸びる通り沿いには、お菓子屋さんや飲食店などが並びます。こちらの通りは2021年に噂通り、と名付けられたみたい。FNN プライムオンラインの記事によると、コピーライターの長谷川哲司さんがこちらの通りの飲食店を訪れた際に、噂通りに美味しかった、と思ったそう。その後、この通りに噂通り、という名前を付けたいと提案し、ホテル立地の駐車場に噂通りの標識が設置されると、ニュースや SNS で話題となりました。
ホテル立地付近で噂通りと旧雲石街道が接続。ここからは旧雲石街道を北に進みましょう。根の谷川の向こう側は壁東、上原、です。あら、昔ながらの町屋が立ち並んでいるわね。こちらは中川醤油醸造場で、古くから壁で醤油醸造を営んでいます。良質な地下水を豊富に汲むことができた壁では、醤油、酒造りといった産業が盛んになり、現在も旧街道沿いには醤油蔵、酒蔵などを含む、昔ながらの町屋が多く残っていますよ。大きな空き地には久保田酒造、増井醤油醸造場がありましたが、解体されてしまいました。雲石街道は広島城下と山陰を結んでいた主要な街道で、広島藩主の毛利氏や福島氏の時代に整備されたとのこと。壁駅から北に約 2.2 キロの場所に位置する横川橋付近で、出雲方面の出雲街道と浜田方面の岩見街道に分かれていて、広島城下から横川橋の区間は2つの街道の名称をまとめて、雲石街道、と呼ばれていたようです。セブンイレブン近くで道しるべを発見、三好を経て出雲に至る、伊室を経て掛に至る、と掘られていました。伊室、掛方面への分岐点のようですね。久保田酒造跡地付近を過ぎると一旦町屋は途切れましたが、セブンイレブンを過ぎると再び町屋が見られるようになります。柏屋入江はコーヒーと音楽を楽しめるお店で、地下20メートルの美味しい井戸水を使用しているんだとか、建物は築150年以上とのことです。雲石街道はここで左に90度に折れていて、さらにその先で右に90度折れています。このような折り目は遠くが見えづらいということで、防衛上のために多くの城下町や宿場町で設けられていました。商いの神様を祀る恵比寿神社が建っているほか、株式会社壁貯蓄銀行と刻まれているのは継承台跡とのこと。町で火災が起こった時に鳴らす鐘が、この台の上に設置されていたのかしらね。壁貯蓄銀行は壁銀行に改称後に芸備銀行に譲渡。芸備銀行は広島銀行の前身となる銀行です。戸田デンタルクリニックの案内が目立つわね。旧雲石街道を離れて案内の通りに進むと、戸田歯科の看板が見えてきました。NHK 朝ドラ、営業簿、フジテレビ、庶務に、などのドラマに出演し、女優として活躍する戸田奈穂さんは壁の出身。戸田歯科は戸田奈穂さんの弟、戸田浩平さんが、院長を務める歯科医院です。戸田浩平さんは作曲家としても活動していて、声優の小野賢章さん、鈴村健一さんの曲にも関わっていますよ。戸田歯科から北へ進むと昔ながらの雰囲気で、ずらりと並ぶ町屋の裏側は見応えがありますよ。旧雲石街道に戻って、北に進みましょう。旧雲石街道沿いではこの辺りが一番見応えがあるかしらね。河原屋は築150年の町屋を改装したカフェで、広島県産の古代米と16品目のおかずが入った古代米定食、壁かりんとう、シフォンケーキなどの手作りお菓子を提供、また絵画、書道の展示やコンサート、懇談会がここで行われるなど、地域の憩いの場にもなっているようです。プラス C という雑貨店では屋外販売を行っていたわね。壁三丁目交差点で東西方向の2車線道路と交差。この先の旧雲石街道沿いにも昔ながらの町屋が並びます。壁駅から南に約100メートルの場所に明神社、明神公園があるのですが、かつてこの場所に船が出入りできるお堀があったそう。山陰方面からの鉄や山形軍などの農村からの年貢が、壁で積み替えられて船で太田川を下り広島城下へ、また広島城下から瀬戸内の海産物や塩が船で壁まで運ばれた後、山間部の農村や山陰方面へ送られていたそう。交通の要衝で物資輸送の中継地となった壁は、年貢米などを預かる蔵や問屋などが多く並び、市が立つ日は様々な物品が取引されとても賑わっていたそう。また壁は雲石街道の宿場町としても栄え、諸大名や上級役人が宿泊する本陣も置かれていたとのこと。出雲、浜田方面はこの先険しい峠があるため、多くの人々が壁で体を休めていたと思われます。明治後半に鉄道が開通すると、
物資集積地としての町の機能は衰退してしまいましたが、当時の町屋が多く残る壁の町並みは、広島市安佐北区の見どころの一つです。玉宝酒造は1865年創業の老舗酒蔵。なかなか風情のある外観ね。玉宝のお酒は喉越しの良さやまろやかな味わいが特徴とのこと。おかみさんがお店やお酒について、親切に説明してくださると評判です。玉宝酒造を過ぎると町屋はあまり見られなくなります。旧雲石街道を進むと根の谷川沿いに出ます。太田川支流の河川で、安佐北区スポーツセンター付近で、三朝川、太田川と合流します。対岸に見えるのは標高338メートルの高松山、武田氏や毛利氏に仕えていた熊谷氏の居城であった、三入高松城が1400年から1600年頃まで高松山にあったそうで、山頂付近には石垣、井戸、堀などの遺構、山麓には熊谷氏の旅館であった土井屋敷の遺構があるそうです。高松山では毎年5月に大文字祭りが行われ、山の中腹に大の文字が点火されます。壁中学校前交差点からは国道183号線を南に進みましょう。壁街道という愛称があります。現在は壁街道沿いが壁の中心地区という雰囲気です。月屋、大阪王将、お菓子店、白十字などが並び、スーパーの丸中を各店舗として、ツタヤ、ソフトバンク、ワイモバイル、セリア、回転寿司店、お好み焼き店、カラオケ店、スーパー銭湯、満天の湯、などが入居する、ショッピングセンターがあるわね。この場所には2000年頃までコカ・コーラの工場があったそうです。丸中壁店の道路向かいには、スナックなど夜のお店が入居するビルがありました。ちょっと集会所、が気になるわね。ディスカウントスーパーのラ・ムーと、ドラッグストアのボンツが隣り合っています。丸中とラ・ムー、岡山を代表する2つのスーパーが向かい合っています。山陽道の広島インター、広島道の広島北インターが、壁に近いインターで、どちらも壁から少し離れています。こちらは191号分かれ交差点で、三入、大林、秋田方市方面の国道183号線と、伊室、秋太田町、北広島町方面の国道191号線が、この交差点で分岐します。国道191号線沿いはスナックなどのお店がちらほらある感じ、朝町伊室までの国道191号線は、幕の内通り、という愛称があります。伝統みたいな名前、壁町と朝町の境界にある幕の内峠へ通ずることが由来でしょう。幕の内峠の幕の内の由来はよくわからず。191号分かれ交差点から壁街道を南に進むと壁上市バス停があり、バス待ちをする方々が多くいらっしゃいました。安佐北区総合福祉センターには、厚生部、地域福祉センター、壁公民館などが入居します。壁上市バス停の西側には三里部壁があり、1階には食料品売り場、クリーニングや美容室などの専門店、2階には衣料品やバッグの売り場、喫茶店、グリーンオアシス、3階にはダイソー、ゲームセンターなどが入居、また屋上には駐車場のほか、広島風、関西風どちらのお好み焼きも提供する、徳川、が店舗を構えています。三里部壁は壁地区でも特に大きな商業施設ですね。JA 広島市、広島市信用組合、広島銀行の支店があって、壁郵便局、北、交差点を通過し、壁街道をさらに南へ進みます。こちらは壁プラザという施設、1階にはプラモデル、フィギュア、トレーディングカードなどを販売する、ホビーゾーンのお店が入居するほか、ホビーゾーンを運営する株式会社冒険王の本社が2階に入居しているみたい。現在はホビーゾーン関連のみ入居する壁プラザですが、以前はレンタルビデオ店、猫カフェが入居していたらしい。中央交差点付近でお店が多く並ぶエリアは終わり、壁街道を南に進むと壁線をまたぐ立橋で、立橋を渡り終えた先に壁駅があります。壁
壁中央交差点から西に約200メートルの場所には、区役所や出先機関などの施設が集まります。壁簡易裁判所、壁区検察庁は、どちらも広島市安佐北区、北広島町、安芸太田町の全域と、広島市安佐南区の佐藤地域、安古市地域、秋田方市の八千代地域を管轄区域としています。安佐北区は壁、安佐、紅葉、白木の大きく4地域で構成されていて、安佐北区役所は壁に置かれています。1972年に安佐郡壁町は広島市に編入。1980年に広島市が政令指定都市に移行すると、壁は安佐北区の一部となります。安佐北区役所から壁バイパスを挟んだ、西側には安佐北警察署があります。2007年までは壁警察署という名称だったのですが、2005年に山形郡4町村が合併し北広島町が発足する前までは、千代田町、大麻町、豊平町も壁警察署の管轄だったそう。壁は安佐北区や安佐南区の旧安佐郡だけでなく、山形郡も含めた広域圏の中心という立ち位置かしらね。ここからは壁バイパスやその周辺のお店の様子を見てみましょう。安佐北警察署、北、交差点のすぐ西側を、小町川が流れています。壁線に高度小町川駅があり、小町川の名前は結構知られているかしらね。安佐北警察署、北、交差点から西へ進むと、au ショップ、イエローハット、スーパーのフレスタ、エネオス、マックハウス、シュープラザなどのお店が並びます。ワークしまして、安佐北警察署、北、交差点から東へ進むと、夢マート、ホンダカーズ、新物の大臣などのお店が並び、東へ進むと壁郵便局付近です。壁バイパスに戻りまして、北に進みましょう。この付近の壁バイパスは1996年に暫定2車線で開通、2021年2月に4車線化されました。安佐北区の北部や秋田方市、山形郡方面へ向かう場合は、壁バイパスを通るドライバーさんは多いかと思います。コバパン壁店は閉店したみたい。特徴的な石窯の跡があるわね。酒の山や、メガネ市場、マクドナルド、ネッツトヨタなどのお店が並び、壁バイパスの散策は安佐北区民センター入り口交差点まで、左折して次は幕の内通りを歩きましょう。消費者金融がいっぱい、いろんなところから借りられるわね。わら、幕の内通りを西へ進みましょう。壁バイパス伊勢は、亀山、という住所となります。こちらは福王寺口交差点。この先は金鬼山福王寺への参道となっています。福王寺は標高495メートルの福王寺山、金鬼山の山頂付近に位置し、歩いていくにはなかなかきつい場所です。811年に弘法大師により開基されたと伝えられる真言宗の寺院で、秋の高野山とも呼ばれていたとか、壁は福王寺の門前町として賑わった歴史もあるようです。弘法大師が現在の福王寺山を登られた際、一本の木に不動明王像を彫られたとか、この時に池に住む金色の亀が飛び出てきて、大師に礼拝したらしい。このことが、金鬼山の由来と言われていて、亀山という地名は金鬼山にちなんだものです。明治に四日市、大文字、担ぎなど五村を合併した際に亀山村が誕生。1955年に壁町、亀山村、三入村、大林村が合併し、亀山は壁町の一部となります。現在の亀山地区は壁地区と市街地が一体化されていて、ベッドタウン開発も進んだ地域です。幕の内通り沿いにはジョイフル、鈴木アリーナ、ローソンと双葉図書が一体となった店舗、ウォンツ、アルゾなどのお店が並びます。幕の内通りの散策は福原団地入り口交差点まで、幕の内通りを西へ進むと、担ぎ、幕の内トンネル、広島道の広島北インター、安佐町井室へと続きます。福原団地入り口交差点から南に約400メートルワークしまして、こちらは原動橋交差点、エディオン、ディスカウントドラッグコスモス、エネオス、セブンイレブンなどのお店がこの場所に集まります。壁線の終点、秋亀山駅にやってきました。駅前では朝市民病院の新病棟が建設中。現在の朝市民病院は中島駅近くの壁南に位置していますが、2022年5月にこちらに移転予定となっています。2017年3月に壁線の延伸開業に合わせて開業した秋亀山駅。開業当時に比べて駅前の風景は大きく変わり、
病院移転後の駅前は病院利用者や、送迎の自動車などで賑わうことが予想されます。秋亀山駅は無人駅。駅前には亀さんの像があるわね。かつての亀線は横川から三段橋までの路線で、2003年に亀から三段橋間が廃止、2017年に廃止区間の一部を活用して、亀から秋亀山間が延伸開業したと説明しました。三段橋まで運行されていた2003年以前はこの場所に駅はなく、高度から今井田間の中間でした。ひらがなで、秋、となっているのは、2003年以前にここから三段橋方面に約6キロ離れた場所にあった、秋亀山駅と区別するため、今井田の次が秋亀山でした。2017年に開業した秋亀山駅は、旧高度駅から西に約400メートルの場所に位置します。秋亀山駅から北に進み、右にカーブする坂道を登ると、高度駅、の看板を発見。廃止になった高度駅の待合所が、線路沿いからこちらに移設されて残されています。駅の音もあるわね。書き込みしました。秋亀山駅近くまで戻り、隣の高度保町川駅に向かって歩きましょう。こちらの道路は改良工事により、道幅が広がって歩道も設置されましたね。こちらの壁線の橋梁はちょっと古めかな。2003年の部分廃止前から設置されている橋梁を、現在も使用していると思われます。しばらく東へ進むと、グリル天草、というお店跡が見えてくるのですが、こちらの細い道を進んだ先に高度駅があったみたい。建物に隠れた目立たない場所にあったのね。線路沿いに出て、秋亀山駅の電車を見送り、こちらの歩道橋はエレベーター付き、歩道橋から秋亀山方面を眺めてみます。この辺りに高度駅のホームがあったのかな。高度保町川駅は歩道橋の上から見えますよ。2003年に壁から三段橋の区間が廃止された後も、高度地区の住民による鉄道復活を求める活動が行われていたことから、壁から高度駅付近まではほぼそのままの状態で残されていました。この住民活動は高度地区への鉄道復活につながり、当初は2015年開通予定でしたが、2度の延期を経て2017年に開通します。廃線区間を活用していますが、壁から秋亀山間は新線扱いで延伸されています。現在は踏切の新設が原則認められていないため、踏切に関する調整に時間がかかったのが延期理由の一つみたい。6カ所あった踏切のうち、3カ所が残る形となりました。壁駅と秋亀山駅の中間に位置する、高度保町川駅です。こちらも無人駅、朝北区役所は高度保町川駅が最寄りで、駅周辺は広島北税務署のほか、スーパーのエブリー、スーパードラッグひまわり、DCM 大器などのお店がありますよ。大昔は瀬戸内の海が壁まで入り込んでいたらしく、神武天皇が船でこの付近まで遡ったことが、保町川、という川の名前の由来となっているようです。こちらは壁駅丁目、壁バイパス沿いにはデイリー山崎、ダイレックス、ステーキガストなどのお店があります。壁バイパスを南に進むと太田川が見えてきました。秋太田町方面から流れてくる一級河川で、広島市を代表する川ですね。太田川の対岸は浅南区八木。現在は壁南と八木の間に太田川橋がかかっていますが、橋がなかった頃は壁と八木の間で渡し船が運航されていて、人々は渡し船で太田川を横断していたそう。船はこの付近を行き来していたのかしらね。壁駅に戻りまして、ここからは壁街道を南に進みましょう。壁駅の南側は壁南という住所となります。ワークマン、吉野家、日野自動車、鈴木アリーナ、丸亀製麺などのお店が並びます。壁南は中島、根の谷川の東に位置する壁東は上原、とも呼ばれる地域で、現在の壁南学区は朝郡中原村だった時代がありました。踏切の名前に中原の名前が残っています。
路線バスがたくさん通過するなぁ。来来亭やココスなどの飲食店があります。朝市民病院前交差点で左折して一旦壁街道を離れます。踏切の向こうに朝市民病院が見えてきて、病院への道沿いにはお店が多く並びます。こちらの朝市民病院は老朽化や耐震化などの問題から、2022年5月に秋亀山駅前の新病棟に移転予定。南館と北館に分かれていて、北館には地域住民が受診できる機能を残すそうですが、南館は解体されるみたい。跡地をどのように活用するかが今後の課題となっています。朝北クリニックモールを整備するみたいです。朝市民病院から東に進み、根の谷川に架かる新川橋を渡って壁東に入ります。広島文教大学、広島文教大学附属幼稚園、広島文教大学附属高等学校が置かれています。広島文教女子大学は2019年に男女共学化し、広島文教大学となりました。教育学部、人間科学部などの学部を設置する学校法人武田学園が運営する私立大学です。野村ストアはお値段がとても安く、品揃えが良いと評判のスーパーですね。壁街道に戻りまして、中島駅まで歩いて町紹介はおしまいです。今回は広島県広島市朝北区壁をざっくりと町紹介しました。壁の街の雰囲気や見どころをざっくりと知ることができたかな。当チャンネルでは地域、街をメインテーマとして、街散策、地域紹介などの動画を投稿しています。チャンネル登録や通知をオンにして、他の動画や次の動画もご覧いただけると嬉しいです。中島駅から壁線の電車に乗って、大田川橋梁を渡ってこの動画は終わりです。ご視聴ありがとうございました。Attention please. The next stop is Kamiyagi. Thank you.